見るカイカメルマガこんにちは一般社団法人開花 GP の村松大輔です、えー、今日はですね、こちらの本のですね第4回目の説明、お話になります。今日こちらの一瞬で他あなたの世界と周波数が変わる秘密というところですね、一瞬で変わるんかよみたいな気がするんですけども、こちらのですね、今日はです、ね、120ページですね。えー、とはい 一瞬で世界が変わるわけ、感謝を探して周波数を変えてみたらということで、私たちが以前お話ししているように、全部素粒子でできていて、周りの空気も、お相手の人も、自分のお父さん、お母さん、も奥さん、も旦那さんもですね、えー、子供たちも学校の先生もですね、えー、社長さんも会社の人たちもみんな素粒子でできていて、車も電車も全部素粒子ですと。で素粒子は周波数を持っています。でそれぞれで,ですね、この まあこの空間の中に携帯電話とか Wi-Fi とかテレビとかであの人工衛星らの電磁波 GPS とかいろいろ飛び交ってます。自分がどんな周波数でつながるかで電話をかけた時に相手にかかる,かかる相手が変わってくる。自分が090のどんな番号を電話するかでお相手の持っている周波数とつながっていくのでそれで電話のやり取りができますというような形で皆さん自身がどんな意識で現象を見るかで でできるることが全然変わってくるんですねで一瞬っていうのは気づいたらすぐに「あそうだったかあ」なんか喧嘩して「ごめんね」ってなった瞬間向こうから「ごめんね」って言ってもらった瞬間にするってこう楽になる時とかあると思うんですがそういうふうにこの「許さない」っていう周波数で存在すると「許さない」で現象を見てそれで想像がどん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 膨らんでしまうんですが向こうから謝ってもらうと「ごめん悪かったね」 辛かったよねって言ってもらった瞬間にスルッとこう楽になって自分が良かったって変わると良かったの周波数帯で出来事が進んでいくとで素粒子っていうのは瞬間瞬間瞬間もう1秒間に10の何十乗回もゼロポイントフィールドがこれいつも瞬間瞬間現れては消えて現れては消えてとやっているので,でなのでこの自分が意識がこの許さないっていう周波数で言うと許さないで物質が減少して許さないで 現象を見てしまうし、あ、よかったってなった瞬間に、よかったで現象を見るということなんですね。で、私自身がすごく、あ、それで、あと過去の出来事もその周波数で全部こう存在しているので、で、私がすごくわかりやすかったのが、2018年に京都の s t s フォーラムっていう国際会議を出させてもらったときに、とにかく英語を鍛えたいと、ね、恥ずかしい思いをして一回恥をかけばとやるようになるだろうと思ってですね、行ったんですね。 あのディスカッションでですね15人ぐらいですかねで日本人がその席3人だったかな、えー、っとあと長野教授の方とかドイツの,あのボルボの営業の部長とかそういう方々がこういらっしゃってですねでその中で、うん、と自分が喋ろうにも自己紹介だけ喋ったんですけどあともう単語がポロポロ分かるぐらいで ついていけないし、自分が言おうと思っている間に、もう話題が別の次の話題に行っちゃうので、全然こう90分なんですけど、もうどうしようと思って、もう荷物持ってトイレ行くふりして、この場から立ち去ろうと思ったんですね。で、そのな時に、もう逃げたいという気持ちになった時に、ふと昔の逃げたいっていう記憶がタタタっと出てきて、高校の時にこに群馬から東京にですね、目黒高校に。 カラテ部の遠征でで行ったんですね練習試合にそこにいろんな地域からのめちゃめちゃ強い高校たちがこう集まってるんですけどうちの沼田高校はあの中堅ぐらいのレベルなんですけどかもう試合が怖くて怖くて綿ホっていう空気の風,風船みたいな顔にはめるんですけどあれを手に持って嫌だな逃げたいなっていう記憶がその京都の会議にいる最中にふっとこう出てきたんですね。 うわーっとこれをね、自分がセミナーの最中に話してる、まさにこうパラレルワールドだと。自分が逃げたい意識にいると、昔の逃げたいも今、スルッとこう出てくるという感じなんですね。で、この時に、どうやって自分がそのパラレルワールドを変えればいいかというと、感謝を探すということをするんですけど、この京都の会議に来た時に、感謝何かなって、こう、英語がわーって飛び交っている中で、感謝を探すんですね。 この京都の会議に来られるだけの交通費とねホテル宿泊費を出せるとありがたいなと。で、妻がおうで子どもたち面倒見てくれてありがたいなと。で、スタッフも職場を回してくれて、私が3、4日いない間をずっとやってくれていて、本当にありがたいなと。で、こんなね、あの田舎の塾の小さな人間が、こういう国際会議に出させてくれる、この地元の代議士の先生が、動いてくださって、自分がここに参加できると、いや、本当にありがたいなと。 いうようなことをですね、このありがたいなーっていうのを探していくと、そうすると不思議なことに、英語のやり取りがです、ね、こう結構聞き取れるように、大学時代はそれなりにまあしゃべるとかできてたので、その感覚がこう戻ってきたんですね。で、本当にこう自分が逃げたい、逃げたいと思うと、全然英語が入ってこないし、嫌な出来事、わーっといろいろ出てくるのは、 逃げたいっていう素粒子は時間も空間も関係なく30年前、40年前の出来事の周波数、逃げたいっていう周波数で場所も関係なく群馬と京都で関係ないんですけどあの場所も関係なく逃げたい意識がボーンと出てくると。で、またあ、やっぱり俺ダメだったって思ってしまうんですがそうではなく一瞬で変えるには感謝をさわす、ありがたいなをさわす,すると。 このありがたいなの現象でつながってくるので、このその世界がど,どんどんどん広がってくると。で、おかげで翌年2019年にはアメリカのシアトルで初のセミナーをすることができたんですね。っていう風に、この自分が逃げたい逃げたいと思っていると、ずっとその世界を何年も何年も続けてしまう。私はそれやってたんですけど、続けてしまうけど、自分は感謝側に入って飛び込むということをやってあげると、自分のパラレルがどんどん変わるんですね。なので、こちらの本の 最初、こちらですね。一瞬であなたの世界と周波数が変わる秘密というのが、もう周波数、素粒子っていうのは、自分が決めた瞬間からその周波数で物価現象を起こすので、本当にこうすぐ変わって、また嫌な出来事が起こったときに、やっぱりダメだったではなくて、あ自分がまた感謝を探す練習をさせてもらってるというふうに捉えてい,ていただければと思います。もう120ページから次の章のですね。うんと ここですね、自分が見たいパラレルワールドを意識するというのがこの感謝を意識するとどんどん現象が進んでいくという形でぜひです、ね、皆さんが自分自身の人生をより幸せにしたかったらいろんな出来事から感謝ないかなというふうに探していっていただければと思いますそういえばますます皆さんが感謝側です敵な人生を歩むことができますでは今日も最高素敵な一日を過ごしましょうさよなら